るくるちょもちょも、くるちょもちょも、今日はいい日だね。さらちゃん見てるくるぶしです。石原裕次郎です。ちゃんとあのやってくれたんですね。先日僕子供が誕生して、ね、めでたいね、本当にね、もうマジで、まあ、チョコちゃんそれからはあの、ね、次の日来てくれたんですけど、今日はね、うん、パティをあの今更感がある、いやもうあのパーティーをしながらまあ振り返ったりしようじゃないかと、ね、のんびりあの、うん、今日はあのふんわり癒しの動画です。そうです。まあでも、うん、あの普通にパーティーをするだけではやっぱね、うん、ちょっと物足りないので、うん、まあちょっと NG ワードを、なるほど、3つぐらい用意しまして、なるほど、お互いが言いそうなことをね、なるほど、あの、うん、それをまあ言ってしまった際にはですね、このスーパーで謎のこのカップ麺なんか辛そうだっていうだけので買ってきた。いやそれほんまに罰ゲームやもん。もはい、まあパーティーということで、うん、まあ同じちょっと韓国っぽいもので、このチーズラッカルビセット。すげー、これ、ね、やあのちょっと奮発しまして1700円ぐらいしたんです。すげー、まあどういう中身かもわからないんですけど、まあ後ほどちょっとね開けていこうかなっていう感じ。すげー、おうちでチーズラッカルビやばい。じゃあ早速 NG ワードからですね、3つ用意して、なるほど、お互いが言いそうなこと、くるちゃんが書いてる間に、はい、俺はちょっと画面越しに発表しておきたいと思います。はい、これでこの勝負に臨みたいと思います。見えてる？見えてない。はい、じゃあいきます。チョモちゃんの NG ワード、ちょっと5時直してますけど、はいはい、シャー、はい、今からスタートですね。はい、今からじゃあパーティー、パーティー、クルちゃんの、まあ子供のね生誕お祝いパーティーを。あんま関係なくなってきたけど、いやもう入れさせてもらって、すいません、この準備場でほんま、うちの近所の寿司。あとさっきあの紹介したですね、このチーズダッカルビの、うん、ちょっと俺どういうものかちょっと正直分かんなくて、ちょっと開けてみましょうか。うん、なるほど。ああこんな感じなのね。お前、俺ね、あのこれがもうアルミになっててさ、あのそのままいけると思ってたけど、思ってた、違うね、違うね、これ、あ、裏に思いっきりフライパンでやれって書いてるわ。なるほどね。あ、もうこれ NG ワード始まってますからね。あ、そうやね、危ねえ危ねえ危ねえ、忘れてた、忘れとって、いや。なるほど。1回レンジで6分チンしてからの弱火で炒める。なるほど。肉だけ？あ、そう、チーズは取り出して上のフィルム剥がし、ダッカルビとさつまいもの入った袋をトレーごとレンジで2分30秒加熱してください。まあ、作り方こんな感じです。2分半終わったら、うん、さっきのさつまいもとダッカルビをまた袋から開けてその中に出して6分間です。なるほど。でその後はチーズを、うん、チーズが溶けたら完成。めんどくさいところで作ってるやつ。このままなんかいけるようにしとけや。1700円やぞこれ。もうなんか寿司食いながらダッカルビ食ってわけわかんない国籍になってるから。いただきます。寿司、いただきます。寿司は食います？普段たまに、うん、うん、あ、うまっ。何から行こう、迷うね、いつもこうお寿司って何から行くか迷わへん。あー、俺マグロから行きました。ダメなもんはないですか？特にないかな。イカとかは加熱してないもんね。うん、うん、そう、生はね、なんか好きな。
うまいうまいねうまいねうまいね、うん、でねーうおー忘れてたうまいねマジでその持ってき方が早っやっぱライブはさ、うん、なんか、なんかもうそれ言わせようとしてるふりに聞こえてくるくるちゃんが一発目に言った、うん、マグロいただきますそれで、マグロどんぐらいうまいめっちゃうまいめっちゃ、めっちゃの上ってなんすかめっちゃの上楽しいなこれもうちょっとナチュラルね、うん、T シャツ好きどういうことT シャツ、うん、好きか嫌いかで言われたら別に嫌いじゃないけどあそうっすかうん。なんやろでもあの俺首元が窮屈なんがちょっと苦手で、うんうん、普段じゃあんまり、うん、着ないいやそんなことはない、うん、全然着るけどまあ着るんだ、うん、めっちゃ怖いです言った